どうも、エルザです。それでは、レメナントフロムジアッシュやっていきたいと思います。さあ、ね。前回からね、いろいろとお金集めたりとか強化とかいろいろしたんで、今回もそれを使ってやっていこうかなと。これはまずいわ。違うのに当たったね。おお。よし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 。ちょっとね、アーマーを新手の手に入れたんで、それでだいぶ一撃が強くなったという感じだね。なんかやべえのいるな。やばいな。それよける？痛い痛い痛い。なんでダッシュができない？意外と出血あえぐかったな。よし、危ねえよ。ああ、そっか、帰省するからか。忘れてた。さらにこの辺りに、あ、チェックポイントあるね。触れとくか。2000か。お金も2000ぐらいか。ん？これは敵ではないの？緑色だったしね。ほう、イスカル。なんかすっごいの来たね。ほう。下界のものよ。あえて光栄です。あなたはこの世界のものではありませんね。あなたはどちらから舞い降りたのですか？地球と呼ばれた場所。そしてその風貌から察するに戦士でもあるのでしょう。下界のものよ。イスカルはあなたを歓迎します。そしてあなたのお力をお借りしたいのです。どうすれば手に入るっていきなりすぎるよね。できることがあったら手を貸すぞ。そのお言葉に喜びを感じています。私たちの世界コーサスには巨大な力を秘めた野獣が潜んでいます。そして私たちが望むのはそのガーディアンの心臓です。ガーディアンの心臓に興味を持っているのはあんただけじゃない。下界のものよ。私は確信しています。私たち以上に報酬を提供できるものがいますか？イスカルは栄華を極め富にあふれています。私たちほどの報酬を提供できるものは他にいません。いかがでしょう？ここはあれだよね、心臓がさ、こことその不死の王家のどっちかみたいな話になってるんだよね。私たちにはどっちがいいんだろう。見る目があります。質問してもいいか？売っているものが見たい。売ってるものあるの？グリーンリーフ。
ああ、耐性がつくのね。アーマーの性能 10% 増加。ああ、いいね。ブラッドワードはなんだかんだいいよね。ちょっと待った。光り輝くものよ。下界のものよ。なんなり。そのお言葉に。ちょっと待ってね。武器。大釜。ほう。また戻ってきてくださいね。光り輝くものよ。大釜。あ、ちょっと弱くなるんだ。あー、カマキリの手と言わんばかりの見た目だね。こちら、あなたの言葉を交わす日を待ち望んでいます。あー、でも通れないんだ。こっち通れそうだね。なんか不思議なやつもいるもんだね。物好きというか。ああ、またいる。スピットファイヤー。いや。距離が詰まるまでは、こっちで行こう。よしよしよし。お前ら食え！なんか来たね。貴様ら全員死ぬことになるんだ。おお、いい感じで出血が入ってるね。危なかったわ。オッケー。あ、まだいたね。正面にドーン。よし。いやー、攻撃しなければ多分動かないんだろうけど、なんかの拍子で動いたらきついから、あ、これ壊れるんだ。アイテム回収くらいかな。お、ダンジョンあるね。おお、やばいやばいやばい、それはやばい。こんなもんかな。よし。さらに奥と、ぐるって回って、あー、回る感じだね。さあ、どんな感じになるかな。こんなもんかな。洞窟か、なんか嫌な感じだね。ちょっと戻って準備してきますか。よし、ちょっと準備できたんで進めていきますか。強えな。
あ、それは大丈夫なんだ。これは？はあ。正気系ねー。そろそろね、高純度の鉄が欲しくて、なかなかね、強化しきれなくなってきてるんだよね。洗礼済みだもんね。意外とアイテム落ちてるな。いやー、羽の音が嫌だねー。これは関係なし。よし、とりあえず、焼却完了。もうね、やばいやつはとりあえず燃やして、処理しとかないとね。いやー、あれ、まとまってきたらやべえな。叫んだらひるむからね、こっちがね。できるだけ先制攻撃して、仕留めたいね。なんかなんかあったね。壊れるんか。新しいのが手に入った。なんだ？あった。ため攻撃による敵を攻撃したとき、10秒間クリティカルヒット率が 10%。 ああ、クリティカル系ね。ほう。よし、終わったわ。そういうことね。あいつ冷まして瞬殺しないとやばいことなるんだ。マジか。意外と燃やして対処って最適なことしてたんだね。えぐいな。
上に行ける。あっち行けるね。いやったなー、ここ。ちょっとトレイトもいろいろ咲くか。やってて、これだよね、アーマーの効果っていうのが、ねじれたマスクを装着した状態で、ささやきの木に話しかけると獲得と。アーマー性能上がるんだよね。防御力ガン上げしてみるか。銃で 7.5%。アーマーの効果。で、そういうことだよね。あとは、ハンドね。あとは元はちょっと強化しとこう。これで少しは耐えれるんじゃないかなと期待して、怖えな。さっきの剣があるからな。ほう。目覚めましたか。よし。危なかったわ。んで、あとはいないね。よしよしよし。これ以上入らないわ。めちゃくちゃ強化できる素材が落ちてるんだよな。まあありがたいけどね、こういうのもね、手に入るのは。あとは、よし、次。
かわいそうなるな。でもね、こっちも旬でやられるからね。意外と隠し通路的なのが結構あるか。お、なんかあるね。プラットワード。あ、そろそろ抜けれそうだね。よしよしよし。おお。意外とすんなり来れた。一回ちょっと危ないシーンはあったけど。で、トレイトがなんか新しいのが？読めないね。アーマーピエール。あれかな？アーマーっていうか硬いやつに対して強いのかな？なんかそんな感じだね。よーし。行ってみるか。どんなやつ待ってるかな。さあ、バーブの玉座。バーブ？やばそうなんだ。来ないといいけどな。あー、やばそうこれは、バーブさんやばいですね。出てこない？あ、それ、助かるわ。おぉ。出血ダメージか。これはまずいわね。なるほどね。怖い怖い怖い。くぅ。打ち込み打ち込み。よしよしよし。アーマーの効果が発動してるよ。
危ない。よし、撃て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 、よっしゃ、来たー。危なかったわ。結果防御力いやー、防御力上げて倒せた。で、いや、これ来た道か。あ、いや、違うね、こっちだね。いや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 、まあ装備強化しといてよかったけど、スカベンジャー手に入ったね。スカベンジャー効果は、スクラップブースト増やそう。そもそも何パー、あー5パーとか、ちょっとずつね。はいはいはい、まあ、優先度高いかって言われるとちょっと微妙なところだね。さあ抜けてきた。やっぱこっちのルートだね。まさかの、まさかのさらに進むパターンか。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。次回ここ切り抜けて、まあ、次のボスまで行けるといいかなというところだね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。